どうやらワトソン、そろそろ僕が行かねば。とホームズが言ったのは、座して朝食を共にしているある朝のことだった。行く。どこへ？ダートムア、キングスパイランドへ。驚きはない。むしろこの尋常ならざる事件にまだ関わりないのがただ不思議なくらいだ。この件は原価、イングランド全土の噂の種だった。終日我が友は部屋の内を警戒しつつうなだれては眉根を寄せて、一等きつい黒煙草をパイプに詰め替え詰め替えするばかりで、こちらから何か問いや話をかけても耳を貸さなかった。どの新聞も新しい版が出るごといちいち契約している売り子から届けられたが、それもさっと目を通すだけで部屋の隅へ投げ捨てる。とはいえ友が黙りながらもじっと考えを巡らせているその中身のことは私にも丸分かりだった。その分析力が試されるほど世間で話題の問題といえばただ一つ、ウェセックス商会の本命たる名馬の奇怪なる失踪とその調教師の惨殺事件である。したがって友が突然一大事件の現場へ赴く意図を告げたのも私の予想と期待のうちだったというわけだ。差し支えなければ私も同行したいのだが、と私は言う。ワトソン君、おいで願えるなら大変ありがたい。きっとまんざら無駄にもなるまいよ。何せ極めて得意なものになりそうな節がこの事件にはある。思うに今からならパディントン発の汽車にギリギリ間に合う。司祭はみちみち話すとしよう。すまないが君のあの上等の双眼鏡を持参してくれたまえ。そうこうして1時間余りの後、気づけば私はエクスタ業急行の一等車の一遇に腰掛けていた。傍らシャーロック・ホームズはあのお気に入りの耳だれ付き旅行帽をかぶり、油断なく熱心な顔でパディントンで入手した出たての新聞の束にせわしなく目を落としていた。列車がレディングを過ぎて随分した頃、最後の一つを座席の下に突っ込むと葉巻入れをこちらに差し出した。至極順調と友は窓の外を眺めながら時計も見やる。現在速度は時速53マイル半、4分の1マイル表は見えておらんが、と私。見ていないとも。だがこの路線は電信柱が60キャードごとにあるから計算は簡単。どうも君は今回のジョン・ストレイカ殺害事件とシルバ・ブレイズ失踪の件については詮索済みかな。テレグラフ紙とクロニクル紙の記事は一読を。今回の件も新たな証拠を求めるより細部の検討精査に推理の技を用いた方が良い類のものだ。この惨劇はあまりに珍しく巧妙で、多大の人々の私事に重く関わっているものゆえに島憶測がとにかく多すぎて厄介だ。問題点は事実の骨組みだけを抜き出すこと、すなわち否定できない純然たる事実の骨子を粉飾まみれの論説報道から取り出すにある。その後この固い土台の上に自らを据え、いかなる推論を引き出しうるか、謎全体の用となる勘どころがどこにあるかを見定めることこそ我らの役目。火曜の晩に電報を受け、馬主のロス名誉大佐と事件担当のグレゴリ警部の両人から協力を打診されている。火曜の晩と叫ぶ私。もう木曜の朝だ。昨日のうちに行けたのでないかね。僕にもヘマがあってね、ワトソン君。詰まるところ遺憾ながら、僕のことを君の手記からしか知らぬ人が思う以上にそういう事態がよくある。実のところイングランド一の名馬がそう長く行方知れずのわけがない。ことにダートムア北部のごとき人家まばらな地方にあってはとね。昨日は今にも馬が発見、ストレイカ殺しも馬盗人と同一人との知らせを待ち遠したというのに。ところが明くる朝になってしまい、分かったことといえばフィツロイ・シンプソンという若い男が捕まった以外皆無というのだから、いよいよ自分の乗り出す番だと察してね。とはいえ昨日一日空飛していない自信はある。では当たりでもついたと。少なくとも事件について事実の要点はつかんだ。今から順を追って話そう。そもそも他人に聞かせるくらい事件の整理になるものはない上、これからの出発点を知らせぬことには君に助力をどうお願いしたものかわからぬ。
背もたれに寄りかかった私が愛飲の葉巻を吹かすと、ホームズも身を乗り出して要点ごとに細長い人差し指で左の手のひらを叩きつつ、これから二人して赴くことになった事件のあらましを聞かせてくれるのだった。シルバブレイズとは、と語り出すとも、愛想のみい系の馬で、その名だたる血統に引けを取らぬ輝かしい戦歴がある。ただいま5歳、出走のたびに入賞を下ろす大差へもたらすものだから、彼も運のいい御人だ。現に今度の災難の起こるまで、この馬はウェセックス杯の一番人気で、掛け率も3対1、競馬界切っての人気を保ちつつ、まだ一度も期待を裏切ったことがないがゆえに、その掛け率でも依然として莫大な金が積まれている。したがって来たる火曜にシルバブレイズの出走が阻まれるとなれば、利害関係が極めて大きくなる連中も多い。この事情は大佐の調教場があるキングスパイランドでも無論承知だ。抜かりなくこの本命馬を警備していた調教師のジョン・ストレイカという男は元騎手で、ロス大佐の馬主服を着て騎乗していたが、しまいには軽量椅子の目方が重量超えとなってね、騎手として5年、調教師として7年、大佐に仕えているがずっと熱心かつ正直な雇い人で通っている。その下には3人の厩務員がいるのみで、調べ馬場としては小さく、馬も4頭ばかり。毎晩うち1名が厩舎内で宿直し、あと2名は裏2階で寝る。3名とも人品優れた青年だ。なお既婚者のストレイカは厩舎から200ヤードほど離れたささやかな母屋住まいだ。子はなく女中を一人置いて心地よい引退生活。この付近は裏さびれているが、半マイルばかり北へ行くとささやかな集落があり、タビストックの建築業者が療養者などダートムアの新鮮な空気を楽しみたい向きに当て込んで建てた別荘が並んでいる。タビストックそのものは西へ2マイルのところ、そしてムーアと呼ばれる荒野を越えてまた2マイル向こうにはケイプルトンなる大きめの調教施設があり、こちらはバックウォータ卿の所有で、管理はサイラス・ブラウンという男。四方八方ムーアは全く荒涼たるもので、ただわずかにさすらいの民がいる程度。以上が災難の起こった月曜晩の大体の状況だ。当夜は普段通り馬の教練と水飲みを終えて、9時には厩舎を閉めている。3名の厩務員のうち2名が調教支宅の母屋まで歩いてその台所で夕食をとり、残る1名ネットハンタという青年だけが番をしていた。9時過ぎ、女中のイーディス・バクスタが一皿のマトンカレーを夕食として厩舎へ運んだ。ゾエの飲み物はない。厩舎には水の蛇口がある上に、仕事中は水以外の飲み物を口にしてはいけない決まりだった。女中は格闘を下げていたが、何分大変暗い晩で、途中の道も荒野に広がるばかりだった。イーディス・バクスタが厩舎まであと3レイヤードのところに来ると、暗がりから不意に現れた一人の男が呼び止めてくる。格闘の投げかける丸い光の枠内に足を踏み入れて目の前に出てきた男は紳士風の人物で、ツイードの服に布帽子、ゲートル、握り玉のある太い杖といういでたちだ。ところがその女の印象にとりわけ残ったのが、顔色がひどく青ざめて挙動も不審な点だった。女の見立てでは年は30をいささか過ぎたくらいか。すみませんが、ここはどこで、と男が尋ねた。もうこの荒野で野宿しようと思っていたら、お前さんの明かりが見えたんで、キングスパイランド調教場のすぐ脇ですよ、と女。そうだったか、こりゃしめたもんだ、と大声を出す男。毎晩一人ずつ寝るんだと見えるな。それで今お前さんが夕餉を持ってきてんだな。ところでお前さん、サラのおべべが揃うだけの儲かり話があるんだが、よもや遠慮するまいね。男は道着の懐から折りたたんだ白い紙を取り出す。こいつを今晩のうちに馬屋番に手渡してくれりゃ、お前さんは一丁らだって買えるぜ。この男の様子が随分前のめりなので、女中も怖くなり、すり抜けるようにいつも食事を渡す手はずの厩舎の窓のところへかけていった。もう窓は開いていて、ハンタは内側の小さな宅についていた。そして次第を話していると、またその不審者がやってくる。こんばんは、
と男は窓を覗き込む。実はお前さんに話があるんですがね。女中の証言では、そう声をかけた時に握った手から小さな紙袋の端がちらり見えたという。何用で気なすった、と宿直の厩務員が問い返す。お前さんの懐が温まる取引さ、と男。ここにはウェセックス杯に出る馬が2頭いる。シルバブレイズとベイヤード。信頼筋の情報をくれんかね。悪いよ、うにゃしないから。賞味負担重量の関係でベイヤードは5ハロンで100ヤードは差がつくだろう。馬主筋はみんなこっちにかけたって本当かね。さてはてめえ、馬の予想やだな、と叫ぶ宿直。よし、キングスパイランドでは探る輩をどう扱うか見せてやろう。そして飛び上がって厩舎を走り抜け、犬を離した。女中はそのまま母屋へと駆け戻るが、走りながら振り返ってみると、その不審者は窓から身を乗り入れるようにしていたという。ところが1分後にハンタが番犬を連れて飛び出た自分にはもうその姿がなく、厩舎の周りを駆けずり回ってもどこにも影形が見つからずじまい。いいかな、と私は問いを差し挟む。その厩務員、犬を連れて飛び出た際、厩舎を戸締まりせずに出たのかい。見事だ、ワトソン、お見事、と小声で返す我が友。その点が大事だと僕にも強く思えたから、昨日のうちにダートムアへ速達の電報を打ってその遺憾を尋ねた。青年は出る際、鍵をかけたそうだ。窓もついでに問い合わせたが、人間の通れるほどの大きさはないという。ハンタはしばらく待って、同僚が食事から帰ってきた後、親方の調教師にことづてして事の次第を報告した。ストレーカは聞くなりひどく心を乱したが、どういう裏があるのかは全く分かっていないようだった。と、はいえもやもや落ち着かないらしく、サイ君が深夜の1時にふと目を覚ますと、そいつは服を着かけていたとか。訳を尋ねると、馬のことが心配で眠れないから厩舎の様子をちょっと見に行くつもりだという。どうか家にいてくれと、ちょうど雨が窓を打つ音を聞いたサイ君は頼むのだが、いくら言っても聞かずに大きな雨カッパを引っ掛けて外へ出て行ってしまった。翌朝7時に起床したサイ君は、夫がまだ戻っていないことに気づく。そこで慌てて着替えて女中を呼んで厩舎まで行ってみた。すると厩舎のドア開け放し、うちでは椅子で縮こまったハンタが深い昏睡状態で、かの名馬の区画は空、調教師の姿も見えない。バグ置き場にあるわらかり用の裏2階に眠っていた2人の厩務員がすぐに呼び起こされた。両人とも熟睡していて夜中に何も聞かなかったという。ハンタは何か強い薬品のために昏睡しているのが明らかで、全く気を取り戻す気配もないためそのまま寝かせておいて、厩務員2名と女性2名とで行方知れずの人と馬とを探しに飛び出した。まだどこかしら、調教師が何か訳ありで馬を朝の運動に連れ出したと思われていたのだが、母屋そばの小さな丘に上がってみると、そこから付近の荒れ地が見渡せるものの、いずこにも名馬の影すら見えないばかりか、ただならぬことに出くわしたのではという何やら不吉な予感がする。さて、厩舎から4分の1マイルほどばかり、ハリエニシダのやぶにストレーカのカッパが引っかかっていた。そしてすぐその先、八畳の王地があり、その底に不幸な調教師の死体が見つかった。何か鈍器で一撃されて、頭蓋骨は粉砕、ももにも傷、こちらは長く鮮やかな切り傷で、鋭利な凶器によるのは明らか。とはいえストレーカ自身も襲撃者によほど激しく抵抗したと見え、右の手には塚本まで血まみれの小型ナイフを握り、左の手には赤と黒の絹製首巻きを掴んでいて、その首巻きは女中の証言によれば、前夜に厩舎へ来た不審者のつけていたものだとか。昏睡から覚めたハンタも、その首巻きの持ち主について同意見だった。あの男が窓際に立っている時、マトンカレーに薬を盛られたに違いないとも力んだ。失踪した名馬に関しては、犯行現場となった王地の底にある泥に無数の足跡があったため、もみ合いの最中にはその辺りにいたものと見える。
しかしその朝以来行方知れずで、莫大な賞金もかけられ、ダートムアを流浪する民たちも目を配っているが、知らせはない。最後に宿直の青年が食べ残した夕食を分析してみると、中にアヘン粉末が極めて多量に混入していることが分かったが、どうや同じものを食べた母屋の人々には少しの異常もなし。以上があらゆる憶測を排しつつ、可能な限りありのままに述べた事件の腰だ。今度は警察によるこの事件の取り扱いを要点のみ。本件担当のグレゴリ警部は極めて有能な人物だ。想像力さえあったなら刑事として頭角を現せたというのに。現場へ出るなり警部は直ちに当然の嫌疑が書かれる男を見つけ出して逮捕した。先に言及した別荘の一つに滞在中の男だから探し出すのはさほど困難もなかった。名をフィツロイ・シンプソンというそうだ。立派な出自と教育のある男だが、競馬で一財産吸ってしまい、今ではロンドンのあちこちにある遊興クラブでうちうち上流相手の賭け事の胴元をやって暮らしている。手持ちの賭け帳を調べてみると、自分であの名馬の負けに5.0ポンドも賭けたと控えてあった。逮捕時に自分から白状したところでは、実はダートムアまで出張ってきたのはキングスパイランドの持ち馬や第二人気のデズバラ、すなわちケープルトン厩舎サイラス・ブラウン管理の馬の情報を得たかったからとのことだ。先に触れた前夜の行動もことさら否定せず、悪い企みがあったわけでなくして、ただちょっとにネタをつかみたかったからだと言い張った。そこで首巻きを突きつけられるとさっと青ざめたが、それが被害者の手にあったわけもまるで釈明できない。服の濡れているのは前夜の強い雨の中屋外にいたことを物語る上、頭にコブのある杖は南国産の白製、鉛入りで重みがあるから繰り返し殴打すれば調教師の受けた深い傷も無理なくつけられる。かたやその男の体には外傷が一つもなく、ストレー化のナイフにああした血のついている点に鑑みれば、複数の加害者のうち少なくとも一人にその跡がなければならぬ。これであらましが全て頭に入ったと思うが、ワトソン、何か新たな側面を見つけてくれるのならどこまでも恩に着るよ。ホームズ一流の明晰な話ぶりを私はこの上なく熱心に聞き入っていた。事実のおおよそは自分にも基地のことだったが、重要度の高いものがどれで互いにどういうつながりがあるのかは十分には測りかねていたからだ。こういう可能性はないだろうかと自説を語ってみる。ストレー化の切り傷は頭を殴られた後とっさにもがくうち自分のナイフでつけたとか、可能性どころか大いにあり得るとホームズ。その場合被疑者に有利な要点が一つなくなる。それにしてもと私は言う。警察の見立てが今になってもどうにもわからん。あいにく僕らがいかなる推理を立ててもそいつに真っ向反することとなるとは我が友人の返答。警察の想定ではどうやらフィツロイ・シンプソンは馬屋番を薬で眠らせ、どうかして合鍵を手に入れた上で厩舎の戸を開けて馬を連れ出した。見たところ誘拐目的だということだ。そのバグがなくなっているのもシンプソンが使う羽目になったから。そして厩舎の戸を開け放したままシンプソンは荒野の方へ馬を連れ出していたが、途中で調教師に出くわすか追いつかれるかした。もちろんもみ合いだ。シンプソンは鈍器の杖でストレー化の頭部を殴りつけ、身を守ろうとしたストレー化の小型ナイフではかすり傷一つ受けないままで、そして馬はその盗人が秘密の隠し場所へ連れ込んだか、さもなくば男2人の争う最中に蓄電したまま今なお荒野をうろついているのやも。と警察の思いつくのはこの程度で、全くありそうもないが、それ以外の解釈もまだまだ信憑性がない。とにかく現場へ着くなりことを調べてみるつもりだが、それまではまずここより先に進めようもないと思う。夕過ぎにようやくたどり着いた小さな町がその旅ストックで、さながら縦中央の突起よろしく広大なダートムアの中心にぽつり佇んでいた。駅で出迎えてくれたのが紳士2人。1人は背の高い金髪の男で、獅子のごとき頭髪と顎ひげを持ち、その見据えた壁眼からこちらに関心を抱いていることがわかる。
もう一人はキビキビした小柄の人物で、身なりは小綺麗なフロックコートとゲートル、短く整えられた頬ひげに加えて固め鏡があった。この校舎が馬主として著名なロス大佐で、前者はグレゴリ警部、英国探偵界隈で急速にその名を知られつつある人物である。あなたのご出張、誠に近海の至りです、ホームズさん。というのは大佐だ。こちらの警部殿も考えうる限りの手を尽くしておいでですが、気の毒なストレー化の仇討ちのため、かつは馬を取り戻すため、あらゆる石を起こしてでもと思いました次第で。その後、何か進捗は？とホームズが尋ねる。残念ながらほとんど進展ありません、と答えるのは警部だ。今日に無害馬車の用意がありますので、日の暮れないうちにきっと現場をご覧になりたいでしょうから、司祭は馬車の中でみちみち。一分の後には一度乗り心地の良い四輪の乱動馬車に座を占めて、趣あるデボンシアの古風な街並みを揺られて進んだ。今度の事件に夢中のグレゴリ警部は怒涛の勢いで話して行き、たびたびホームズも質問や相槌を挟んだ。ロス大佐は腕組みしながら背を反って帽子を目深にかぶり、私といえばこの探偵二人の対話を興味深く拝聴していた。グレゴリは自分の見立ても述べていたが、それは気がけの記者でホームズが予言したほとんどその通りだった。フィツロイ・シンプソンはもはや戒めについたも同然です、と刑事が述べる。私一個としても彼が犯人だと信じています。同時に全く状況証拠ばかりですから、何か新事実があれば容易に覆る点は否めませんが、ストレー化のナイフについては私どもの結論では、倒れざまに自分でつけた傷だと。我が友人で医者のワトソン君からもその説を来る途中で聞かされました。その場合、この男シンプソンには不利になってくる。ええ、間違いなく。シンプソンにはナイフも傷一つもありませんから、不利な証拠としては現状かなり有力かと考えられます。本命馬の失踪は彼に大きな利益があり、馬屋番の青年に薬を持った疑惑があり、強い雨の中屋外にいたことも確実。鈍器になる杖も所持。挙句死体の手には彼の首巻き。全く裁判に出せるだけの証拠が揃っています。ホームズはかぶりを振った。やり手の弁護士にかかればその程度皆論破されます、と口に出す。何故馬を厩舎の外へ連れ出さねばならぬのか。傷つける目的なら何故その場でできなかったのか。所持品に厩舎の合鍵は見つかっているのか。アヘン粉末の売り主はどこの薬局か。とりわけ土地不案内なこの男が馬をどこに隠せるというのか。何よりこの名馬を女中に頼んで馬屋番の青年に届けさせようとした紙切れについては、本人はいかな釈明を。一例ポンド紙幣だと。財布にも一例ポンド紙幣が1枚見つかっています。しかしおっしゃった意義はそう重いものとも思われませんね。この土地に不案内じゃないのです。夏時分にも2度旅ストックに滞在経験あり、アヘンはおそらくロンドンからの持ち込み。合鍵は目的を達した以上捨てたと考えていいでしょう。馬は荒れ地のどこか大地か廃校にいるものかと。首巻きはどう釈明を。自分のものにはそういないけれど、なくしたと主張を。しかも新しい証拠が出てきまして、奴が馬を連れ出したことにも説明がつきそうです。ホームズはつと聞き耳を立てる。後を発見しまして、それを見ると流浪の民の一団が月曜の夜、殺人のあった場所から1マイルと離れないところで野営をしていたようなのです。火曜には立ち去っています。そこでシンプソンとこの連中の間に示し合わせがあったものとすると、馬をその連中のところまで連れていく途中ストレー化に追いつかれたのではないか。ならば馬は今連中の手にあるのではないかと。確かに可能性はあります。目下この流浪民を訪ねて荒れ地を捜索中です。同時に旅ストックを中心に一例マイル圏内の厩舎と付属小屋をことごとく調べました。すぐ付近にもう一つ調教場があるそうで、はい、そこも絶対に見逃せない要素の一つです。そこのデズバラという馬が2番人気ですから。
一番人気がいなくなることに利益があります。そこの調教師のサイラス・ブラウンという男は今回大金をかけているらしく、死んだストレイカとは不仲だったとも。で、一応その厩舎も調べてはみましたが、この事件に関係のありそうなものは何一つ。この男シンプソンとケイプルトン厩舎の利害関係は何も。全然なしです。ホームズは馬車の中後ろへ寄りかかり、話はそれきりとなる。数分後、魚車が馬車を止めたのは、こじんまりとした赤レンガの邸宅のところで、ちょうど道路に面した軒が長く突き出ていた。少し離れて調べ場は、その向こうに灰色屋根の細長い厩舎が見える。どちらの方にも荒野が緩やかな起伏をなしており、枯れシダの尺道色が地平線の果てまで続き、目を遮るものとてはただタビストックの戦闘群と、ケイプルトンの調べ場と知れる家々が遥か西方に連なっているのみである。我々一行は馬車から飛び降りたが、ホームズだけは依然として前方の空を見据えたまま座席に身をうずめて、深々と思考にふけっていた。私が腕に触れるとようやくはっと気がついて、馬車を降りてきた。失敬。と友人は、あっけに取られて顔を見つめていたロス大佐に向き直る。つい白昼夢を。ところがその目には一つ輝きがあり、その態度から興奮を押し殺しているのが分かったから、その癖を心得る私としては、確かにある手がかりを得たと悟れるものの、その出所は皆目見当がつかない。今すぐ教皇の現場へ出向かれますね、ホームズ先生。とグレゴリ警部。むしろしばし立ち話で、司祭を伺えれば、ストレイカの遺体は一旦ここへ、ですね。はい、まだ2階に、検視が明日なので。ストレイカは長らくこちらにお勤めで、ロス大佐。日頃からいい働きぶりでした。懐の遺留品について、もう一覧はありますね、警部。ご覧になるようでしたら今の方に全部まとめてありますが、ぜひ拝見を。我々一同が表の間へぞろぞろ入り、中央の卓を囲んで席に着く中、警部は小さなブリキの角箱を開けて、一塊のいろいろな物品を面前に並べてみせた。ローマッチが一箱、2インチほどの十字ろうそくが1本、ADP 印のプライヤ製パイプ、長刻みの板タバコを半オンスばかり詰めた開氷革のタバコ入れ、金鎖のついた銀時計、ソブリン金貨5枚、アルミニウムの鉛筆入れ、書き付けスーツ、ワイス社、ロンドンの刻印がある細章で硬い刃の象牙柄ナイフが一振り。これは特殊なナイフ。とホームズはナイフを取り上げ、つぶさに改める。血の付着が見て取れるから、どうやら遺体が握った状態で見つかった刃物とはこれのようだ。ワトソン、このナイフはきっと君の領分だね。医者でいう眼科用のメスだな。と私。いかにも、精密仕事のために作られた細章の刃。荒仕事に出る男の持ち物にしては妙だ。ことに懐にしまいようがない。刃の先にコルクを当てるものでして、死体そばで発見されています。と警部。サイ君の話では、このナイフは前から化粧台に置いてあったのを、出がけにストレイカが掴んでいったんだとか。獲物としては貧弱ですが、その時手近にあったものではこれが一等増しだったんでしょう。ありえる話ではある。この書き付けはうち3枚は星草台の領収書です。一つはロス大佐からの指示の手紙で、残りの1枚がボンド街のマダム・グシュリエという暴食店からウィリアム・ダービシャー宛に出た計算7ポンド15の勘定書です。ストレイカの細君曰く、ダービシャとは夫の友人で、ここ宛てでちょいちょい手紙が届いたということです。マダム・ダービシャはなかなかの贅沢好きらしい。とホームズは勘定書に目を落としながら述べる。衣服一着に22ギニーもかけるとは。しかしここでわかることはもうないようですから、今度は教皇の現場を見に行くとしましょう。今から揃って出て行くと、廊下に待ち構えていた一人の婦人がつかつかと進んできて、グレゴリ警部の袖に手をかけた。憔悴と憔悴の見える顔にはまだ先頃の恐怖が残っていることがわかる。
捕まえましたか、見つかりましたかと女は息も絶え絶えだ。まだですよ奥さん。しかしこのホームズ先生がロンドンから火星に来てくださいましたから、一度精一杯やりますとも。あなたにはいつぞやプリマスの園遊会でお目にかかりましたね、ストレイカさん。とホームズ、さあ何かのお間違いでは。おや、いや確かにそのはず。あの時山鳩色の絹の召し物にダチョウの羽飾りをつけてお越しでしたよ。いいえ、そんな服は一枚も。とご婦人は答える。ああ、そういうことでしたか。というホームズ、そして失礼を詫びて警部を追って外へ出た。荒野を抜けて少しばかり行くと死体のあったというお家へ出た。へこみの縁にはハリエニシダの藪があり、そこへストレイカのカッパがかかっていたらしい。当夜は無風だったそうで。とホームズ、ええ、ただ雨は土砂降りで。するとカッパは風で藪まで吹き上げられたというより、そこへ置いたということに。ええ、藪に乗せておいたものです。大変気になります。地面はひどく踏みにじられていると見えます。定めし月曜夜以来大勢が歩き回った。脇のここへ敷物を引いてみんなその上におりましたよ。素晴らしい。このカバンにストレイカの履いていた靴を片方と、フィツロイ・シンプソンのを一つと、それからシルバブレイズの蹄鉄を一個持ってきました。警部殿、見事なお手際です。カバンを受け取ったホームズはオーチの底へ降りていき、敷物を中央へ押し出してから上に腹ばいになり、両手に顎を乗せて目の前の踏みにじられた泥を注意深く調べた。むむ、突如として友人の声。これは一体。なんと燃えさしのローマッチで、泥まみれだからちょっと見ではただの小枝にも見える。どうしてそんなものを見落としましたかな。と警部は苦い顔をした。泥にうずもれていてはさすがに見えません。見つかったのはただ最初から探すつもりだったからです。え、初めからあると思ってお探しに。なくはないとね。友人はカバンから靴を出して、それを泥についた後に一つ一つ合わせてみた。それからオーチの縁へ上がってきて、シダや藪の間を這い回った。あいにくもう何の跡もございません。と警部、100ヤード四方の地面は自分で念入りに調べてみたんですからな。なるほど。とホームズは起き上がる。そうまでおっしゃるなら差し出しがましい再調査はよしましょう。その代わり日が暮れるまでこの荒野を少し散歩でも。さすれば明日の下ならしにもなります。それからこの蹄鉄は幸運のまじないに懐に入れるとしましょう。ロス大佐は宣告より我が友人の黙々と順々に進めていく仕事ぶりにじれてしまったらしく、時計を一別する。できれば一緒にお帰りを願いたいですな、警部さん。と口に出す。ご助言賜りたいことがいろいろありますから、ことにうちの馬を出走簿から消してもらわねば、皆さんに申し訳が立たんのではと。絶対になりません。とはっきり言い切るホームズ。必ず名簿はそのままに。大佐は一礼する。そのお言葉を受けたまわるのは大変近海です。と応じる。私どもは個人ストレイカの宅におりますから、散歩がお済みの後はそちらに。ご一緒に旅ストックへ馬車で帰りましょう。大佐とグレゴリ警部は背を向けるが、ホームズと私とは荒野をゆっくり歩いていく。日はケイプルトン調教場の彼方に暮れなずみ、眼前のなだらかな平原は黄金色に染まり、枯れシダやウバラも夕日が当たって深いバラ色へと深まってゆく。ところがその輝かしい景色も我が友人には無用の長物。なぜなら深々と思索にふけっているからだ。この旅は、ワトソン、とようやく口を開く。ジョン・ストレイカ殺しの犯人という問題はひとたびいて、馬の行方探しに専念しよう。さて教授の最中または事後に馬が逃げ出したものとすると、行く先は一体どこか。馬とは群れを好む生物。自由に放り出したなら本能としてキングスパイランドへ帰るかケイプルトンに行くかするはず。この荒野を走り回る言われなど
ならばこれまでに目撃されてしかるべきだ。流浪の民が馬をさらうわけもない。むしろ厄介事を聞きつけたならいつもその場を引き払う。警察に煩わされるのを厭うのでね。名馬となれば売りようもない。馬をさらっても大いな危険があるばかりで、何らの益もない。まずここは明白。ならどこかね。今言った通り、行き先はキングスパイランドかケイプルトンに相違ない。キングスパイランドには不在。となればケイプルトン。これを作業仮説として、そこから導かれることを一つ思案しよう。荒野でもこの辺りは警部も言うように土壌が極めて固く乾燥している。しかしケイプルトン方面へ緩やかな下りになっているから、見たまえ。向こうに細長いお家があるが、あの付近は月曜の晩には実にぬかるんでいたはずだ。今の想像通りとすれば、馬はあそこを通ったはずである以上、あの地点でこそ足跡が見つからねばならぬ。こう話しながらも我々はスタスタそちらへ歩いていたから、ものの数分で問題のお家までたどり着いた。ホームズが頼むので私はそのお家の縁を右からたどり、当人は左から行ったが、ご礼こと進まぬうちに友人が急に声を上げたので見てみると、手招きしている。友人の目前の柔らかい土に馬の蹄の跡がいくつもはっきりついており、そこで懐から取り出された蹄鉄があてがわれるとぴったりと符合した。ほら、想像力のありがたみだと。ホームズ、グレゴリには唯一この素質が欠けている。こちらは想像力を働かせて事件の可能性を探り、その過程に基づいて進めた結果、その正しさを確かめた。さて行こう。我々はぬかるんだお家を越えて、乾いた硬い草道を4分の1マイルほど歩いていった。やがてまた土地は傾斜して、そこにも蹄の跡があった。再び半マイルばかり何もないが、ケイプルトンのほど近くでまたまた見つかる。第一発見者のホームズは立ち止まって得意げな顔で指さしてみせる。男の靴跡が蹄の跡に並んで認められたのだ。これまでは馬ばかりだったのに、と口走る私。その通り、今までは馬のみ。むむ、これは人と馬との足跡はそこで急展開、キングスパイランドの方へ向いていたのである。ホームズは口笛を吹いて、そのままその足跡を追い出した。その視線は足跡のみに向けられていたので、私がふと脇に目をやってみると、なんと反対方向に引き返す足跡が同じくあるのが分かった。君にも一点だ、ワトソン、とホームズは私が指摘するという。おかげでわざわざ行った先から折り返して無駄足を踏まずに済む。さあ、この帰り道の方をたどろう。そこから先は早かった。足跡はケイプルトン厩舎の出入り口に通ずるアスファルト敷きのところで途絶えていた。近づくと、厩舎から厩務員が一人飛び出してくる。ここは散歩で来るところじゃねえ。と厩務員、一つ伺いたいだけです。というホームズを見ると、懐に何かをつまむ指が入っている。ご主人のサイラス・ブラウンさんに会うには、明朝5時の来訪ではやや早すぎるかね。そりゃご苦労。そのくらいなら、まあ、旦那はいつでも朝一だ。親あたりの旦那だぜ。お前さん直に聞くがいいよ。とんでもねえ。金もらうところなんて見つかりゃ、たちまちお払い箱だ。なんなら後でな。シャーロック・ホームズが一旦取り出したハンクラウン銀貨を懐に戻すと、そこへ恐ろしい形相をした年配の男が狩猟鞭を振り振り大股で門から出てきた。どうした、ドーソン、と大声の男。無駄話するな、とっとと仕事を片付けろ。で、お前らは一体何用でここへ来た。10分ほどお話しをと、ご主人、とホームズの小姉はどこまでも爽やかだ。ごろつきの相手になってる暇はねえな。よそ者に用はねえ。帰った帰った、犬をけしかけるぞ。身を乗り出したホームズが調教師の耳へ何かささやきかける。と、ブラウンはぎくりとして生え際まで顔を真っ赤にさせた。嘘だ、と男は叫ぶ。言いがかりだ。結構。ならば今ここでことを荒立てるか、それとも中の客まで話し合うか。
じゃあ中へ入ってもらおうか。ホームズは微笑する。待つのは数分もかかるまいよ、ワトソン。とのお言葉。ではブラウンさん、お招きに応じましょう。実際は二零分で、夕映えの赤が皆灰色の宵へと焦る頃、ホームズと調教師が連れ立って出てきた。わずかの間にサイラス・ブラウンの変わりようと言ったらなかった。顔色は土化式。額には玉の汗が光り、手も震えて狩猟鞭も嵐に揺れる小枝のようだ。横暴尊大な先ほどの態度もどこへやら、さながら主人に仕える犬のごとく、我が友人のそばでかしこまっている。お指図の通りにいたします。必ずいたしますんで。と男。手抜かりのないように。とホームズは振り向いて見据えた。その眼力に男は恐されている。はい、決して手抜かりは。必ず出します。初めから変えておきましょうか。それとも、ホームズは少し考えていたが、笑みをこぼす。いや、そのままで。と告げる。その件は後ほど手紙を。もうずる話だ、さもないと。どうぞ信じてくださいよ。当日はあくまで自分のもののように取り扱うことだ。任せてください。うむ、そう願いたい。さて明日こちらから連絡する。とホームズはくるりかかとを返し、相手が差し伸べる手もお構いなしに、我々は共にキングスパイランドへの帰路に着いた。あれほどお山の大将と臆病者とコソ泥とを完璧に兼ね揃えた御仁、サイラス・ブラウン殿以外そうはお目にかかれまい。とホームズは長歩きの最中に言う。では馬は奴のところに。あの御仁、凄みを聞かせようとしたが、あの朝の行動を正確に話して聞かせると、僕が見ていたとでも思い込んだらしく、無論君も承知の通り、妙につま先が尖った足跡。あれはブラウンの靴の形が一致した。その上、雇い人たちにはこれほどのことはしでかせない。解説はこうだ。日課通り朝一で馬場に出ると、荒野によその馬がうろついているのに気づいた。場外へ出て行ってみたところ、かの本命馬の名の由来となった額の銀色のまだらを目の当たりにしてハッとする。運よく自分の手中に、自分が大金をかけた馬の唯一の強敵がいるではないか。そうして次の段、まず思いついたのがキングスパイランドへ連れて行くこと。だが途中で急に魔が差して、競馬の済むまで馬を隠しておいたらと思いつき、とうとう連れ戻ってケイプルトンへ隠しておいたという次第だ。と、僕が司祭のすべてを話し終えると、相手も降参して、あとはもう自分が無事に逃れる術ばかり考えていたね。しかし、あの厩舎も操作済みだったのでは。あいつほど馬に手慣れたやつならいくらでもごまかしようはある。でもあいつに馬を預けておいて心配はないのかい。あの馬に傷をつければ向こうの得にしかならんのでは。おお親愛なる君よ、やつは目の玉のごとく大切にするとも、罪を軽くするには馬の無事が欠かせないとしっかり心得ている。ロス大佐のあの様子ではどうあってもおめこぼしもありそうにないが、この件は大佐の一存というわけではない。僕は自分の流儀を貫き、明かす度合いの大小も自在。そこは関係ならぬ身の利点だ。君はどう思ったか知らないが、ワトソン、大佐の態度は僕には少々横柄だった。その代償としてここでささやかながら面白い趣向を凝らしたくなってね。馬のことはくれぐれも内密に。いいとも、君の許しがあるまでは。もっともこれはジョン・ストレイカ殺害犯の問題に比べればごく些細なことだ。ではこれからその方に専念を。その反対、夜行列車で共にロンドンへ帰ろう。我が友人のこの言葉に衝撃を受けた。デボンシアに来てまだ数時間にしかならないのに、これほど素晴らしい滑り出しを見せた調査に見切りをつけるなんて、さっぱり意味不明だった。これ以上の言葉を引き出せないまま、とうとう調教支宅に帰り着いた。大佐と警部が揃って客まで待ち受けた。友人と僕は夜行特急でロンドンへ引き上げます。とホームズ。
おかげで美しいダートムアの空気を少々堪能できました。警部は目を向き、大佐は冷ややかに唇を尖らせる。ではストレーカ殺しの犯人逮捕は断念されましたな。と大佐。ホームズは肩をすくめる。確かに眼前に由々しき難点はあります。と答える。とはいえ、あなたの馬がこの火曜、出走できる見込みは万全ですから、どうか騎手のご用意を。ストレーカの写真を一枚拝借願えますか。警部は封筒から一枚取り出してホームズに渡した。ああグレゴリさん、欲しいものはいつも前もってご準備されている。ところでしばらくお待ちを願えれば、女中に質問したいことがありますので。正直ロンドンからわざわざ探偵を呼んでバカを見た。と大佐が露骨な物言いをしたのは、ホームズが部屋を出てすぐのことだった。あの男が来てから何の進捗があった。少なくともお持ちの馬が出走できる保証を得ましたな。と私。なるほど、保証はある。と大佐は肩をすくめる。それより馬を早く戻してもらいたい。私が友人の弁明をしようとしたところへ、当人が部屋に戻ってきた。それでは皆さん、と友人。晴れて旅ストックへ参れます。我々が馬車に乗り込む際、厩務員の一人が胴を押さえてくれた。ふと何か思い立ったホームズが身を乗り出してその青年の袖を引く。蝶馬場の中に羊が少しいるようだが。と友人。誰が世話を。自分が。近頃何か羊に変わったことは。へえ、別に大したことは。ただ三頭だけ足がダメになっちまいまして。ホームズが大変満足げなことは、私なればこそわかった。例のごとく、北斎園で両手をこすり合わせたからだ。大穴だ、ワトソン。実に大穴が来た。とホームズは私の腕をつねる。警部、羊に妙な病気が流行している点は、大いにご注意なさるとよいでしょう。出発だ、御車。ロス大佐は依然としてホームズの能力を不審がっている面持ちだが、警部は見たところ痛く注意を喚起させられた様子だった。それが重要だとお考えに。と警部、極めて。その他何かこちらで留意すべき点はありますか。あの晩の犬の妙な行動です。犬は一晩中何もせずでしたよ。だからこそ妙な行動なのです。とシャーロック・ホームズは告げるのだった。4日後、ホームズと私は再度ウィンチェスタ行の汽車に乗り、ウェセックス杯の走破線を見にやってきた。約束通りロス大佐と停車場の表で落ち合い、一行はそのまま大佐所有の4頭立てドラッグ馬車で町外れの競馬場へ向かった。大佐の面持ちはひどく暗く、態度もよほど冷ややかだった。うちの馬は一行を見かけませんがね。と大佐。ご覧になればご自分の馬とお分かりになりますね。と尋ねるホームズ。大佐はご立腹だ。20年来競馬場に出入りしているが、ただいまのような愚問は初めてです。とのたまう。あの馬の額にある白銀の星とまだらの右前足を見れば、子供にもシルバブレイズとわかります。賭けはいかがです。ふん、それが妙なところです。昨日なら15対1でも行けたのに、みるみる差が縮まって、今では3対1でもどうですかな。ふむ。とホームズ。何か気取られたか。なるほど。馬車が正面観覧席近くの特別区域に止まると同時に、出走表へ目をやると次の一覧が見えた。ウェセックス勝敗、出場預け金1等5レーソブリン、欠場時半額没収、1着副賞1ソブリン、4歳5歳馬限定、2着300ポンド3着200ポンド新馬場、1マイル5ハロン、1、ヒース・ニュートン氏、ザニー・グロー、赤帽、勝負服、大々、2、ウォードロー大佐、ピュージリスト、桃帽、勝負服、聖国、3、バックウォータ卿、デズバラ、工房、勝負服、木袖、4、ロス大佐、シルバブレイズ、黒帽、
勝負服赤。5バルモーラル校アイリス勝負服黄黒島。6シングルほど強ラスパー紫帽勝負服黒袖。うちではもう一頭の方を出走取り消しにして、あらゆる希望をあなたの言葉につないでいるんですと大佐。なんだと。シルバブレイズ一番人気、5対4でシルバブレイズと馬券売り場が盛り上がる。5対4でシルバブレイズ、15対5でデズバラ、他の馬まとめて5対4、全馬周回だと声を出す私。6頭揃っておる、6頭全馬してみるとうちの馬も出走かと大佐は興奮の叫びを上げる。だがあの馬は見えん、うちのあの色は通っていない、通ったのはまだ5頭、きっと次ですな。私はこう言うと、たくましい影の馬が検量所から堂々登場。普通駆け足で前を通ったが、鞍上にはロス大佐の馬種色として知られる黒と赤の勝負服を着た騎士が乗っていた。あれがうちの馬だと、と馬主は大声を上げる。あの馬には額に白銀の毛がない。あんた一体何をやったんです、ホームズさん。まあまあ、あの馬の走りぶりを見てみましょうと動じない我が友人。数分の間私の双眼鏡で一心に眺める。お見事、素晴らしい出だしだといきなり声を上げた。来た、コーナーを回ってきたぞ。馬車から見える直線を進む馬たちは壮観であった。6頭の馬は1枚の絨毯で隠せるくらい僅差だったが、半ば頃まではケイプルトンの黄色が先頭を切っていた。ところが我々の前へ来るまでにデズバラの脚色は鈍り、そこへ大佐の馬が仕掛けて抜き去り、優に6馬身の差で決勝票に入る。バルモーラル校のアイリスが遅れて3着だった。とにかく勝つには勝ったと息をついた大佐が片手で寮の目を拭う。正直なところ何が何だか、もういい加減に秘密話でどうですか、ホームズさん。受けたまわりました大佐、皆申し上げましょう。さあ向こうで一緒に馬を確認です、こちらへ。一同で馬主とその連れしか入れない検量所へ入っていきながら、友人は話を続ける。この馬の顔と足とを主精剤で洗うだけで結構、これこの通り元のままのシルバブレイズが現れます。これ流行られましたな。あるイカサマ氏の手に落ちていたのを見つけ出し、勝手ながら連れ戻したままの姿で出場させた次第です。いやはや先生、天才のお手並みです。馬も大変調子がいいようで、生まれてから一番の調子です。あなたの手腕を疑るなんて1000回は詫びねばなりません。大切な馬を取り戻して下すってまさしく大恩人です。この上はジョン・ストレイカ殺しの犯人を捕まえてくださればありがたいのですが、もう済んでいますとすまし顔のホームズ。大佐は無論、私までも驚いて友人の顔を見やる。捕まった、ではどこにいます。ここに、ここに。どこです、今現に我々と一緒に。大佐は怒りで顔を赤くする。確かに万事あなたのおかげではありますが、ホームズさんと言い出す。ただいまのお言葉は悪い冗談ですか、それとも侮辱と取った方がよろしいか。ホームズは声を上げて笑った。何もあなたを犯人だと申したのではありません大佐、という。真犯人はあなたのすぐ後ろに立っています。友人は歩み寄って名馬の艶やかな首に手をかけた。馬が、と大佐と私は同時に叫んだ。ええ、この馬です。ただ事情を申し上げればその罪はいくらか減じましょう。馬は正当防衛でやったことですし、ジョン・ストレイカは全くあなたの信頼に足りない男だったのです。ところで鐘が鳴り出しました。次の競争では少し勝ちたいので、時間のかかる説明は後ほどふさわしい折に。ロンドンへ日帰りするその晩、我々は寝台車の一隅にいたが、その旅路はロス大佐にも私にも短く感じられたものだった。というのも、
あの月曜の夜にダートムアの調教者で起こった出来事とその解決の手際を我が友人が語って聞かせてくれたからだ。実のところと切り出す。新聞報道から組み立てた見立てはいずれも僕の誤りでした。むしろ記事にもかすかな手がかりは出ていたのですが、他にも細々あって本当に大事な点が紛れてしまって、デボンシアに行くまではフィツロイ・シンプソンが真犯人だと信じていました。もっともその証拠は完全だとは無論考えてなかったのですが、ところがいよいよ調教支度に着くという馬車の中で、ふとマトンカレーに計り知れない意味があると思い至ったのです。あの時僕が上の空で全員降りてしまった後もまだ立たなかったことを覚えておいででしょう。つくづく考え込んでいたのです。何故この明白な手がかりを見逃していたのかと。正直まだと大佐、それがどうしたのかと。これが僕の推理の鎖における第一の玉木となりました。アヘン粉末は無味なものではありません。風味は不快でなくともすぐに感じ取れます。普通の料理にこれを混ぜれば間違いなく一口で気づいて食べるのをやめてしまう。カレーならば確かにこの味を消す働きになる。全くの他人であるフィツロイ・シンプソンがあの夜あの一家にカレー料理を食べさせるよう仕向けるという過程は全く成立しえない。またアヘンの風味を消す料理がたまたま出たその晩に折よくシンプソンがアヘンを携えてくるというのも偶然の一致にしてはあまりに不自然、考慮に値しない。したがってシンプソンは本件から除外可能で、関心の先はストレーカ夫妻に向かう。すなわちその夜の食事をカレー料理と決められる唯一の人間ゆえにです。アヘンは宿直の青年の分として取り分けられた皿に入れたものだから、同じものを食べた他の人にも異常はなかった。では女中に気づかれずその皿に近づいたのは夫妻のうちどちらか。この問題の解決に先立って、あの晩犬がおとなしかったという重大な点に思い至りました。一つの正しい推論は必然第二の推論を提起するもの。シンプソンの件のおかげで厩舎には犬が飼ってあると分かりましたが、夜中に誰かが入って馬を連れ出したというのに犬が吠えず、裏2階に寝ていた厩務員2人の目も覚まさず、間違いなく真夜中の訪問者が犬のよく知る人物だったのです。その時点で確信、いや確信に近かったのが、ジョン・ストレーカこそが真夜中に厩舎へ行ってシルバ・ブレイズを連れ出したという点です。何の目的で、無論不正のためです。でなければ何故薬で馬屋番を眠らせたりしましょう。とはいえその動機については見当がつきません。これまでにも調教師が自分預かりの馬以外にかけた上で不正でもってその馬の勝利の邪魔をし大金を確実にせしめた例は数々ある。時には騎手に引かせることも、また時にはもっと確実で分かりにくい手段も。この場合はどうか、奴の懐にあった物品が結論へ至る手がかりになるかもと思いました。果たして正解です。お忘れもありますまいが、死体の手には変わった刃物が見つかっています。正気であれば凶器にするはずのない刃物です。医師のワトソン君も申した通り、あれは外科では極めて緻密な手術に使うことで知られるメスの一種。そしてまさしくあの晩緻密な手術のため用意されていたものでした。競馬に広い経験がおありのあなたならご承知のはずですが、大佐、馬の日鏡の剣を浅く切れば外面に痕跡をも残さず皮下を切れることも可能ですよね。そう処置された馬は軽く足を引きずるものの、調教中の筋違いかリウマチかということになり不正とは分からなくなる。不届き者め、フラチナと大佐が叫ぶ。そこでジョン・ストレーカが馬を荒野へ連れ出した理由に説明がつきます。気性の荒い動物は刃物をチクリと感じただけでも熟睡したものを叩き起こすくらい騒ぐはず。屋外でやることが必須だったのです。節穴だったと声を張る大佐。だからろうそくが入り用でマッチを吸ったんですな。いかにも。ところで所持品を調べてみると、幸いにして犯行の方法ばかりでなくその動機も判明しました。世事に通じた人なら大佐、ご承知の通り他人の感情書を懐に持つものなどありえません。
普通は自分の支払いだけでせいぜい。すぐに合点が行きました。ストレーカは二重生活をやっており、第二の家があると。書きつけの内容からして女が、贅沢好きの女が関わっていると分かります。あなたが雇い人にいくら気前が良くても、女に金貨20枚分の外出着を買ってやれるご身分にしてやれるとはとても思えません。ストレーカのサイ君に服のことを尋ねると知らぬというから、サイ君のもとには届かぬものと確信できたため、この上はその暴食店の所在地を控えて、ストレーカの写真を手に店を訪ねれば、謎のダービシャなる人物も容易に片付くと考えました。その後は万事明白。馬を連れ出したストレーカの行き先は、灯火をつけても人目につかないあのお家。シンプソンは逃げる際首巻きを落としたので、ストレーカが拾った。何か考えがあったのか、おそらくそれで馬の足でも縛るつもりだったか。一旦お家に降りて馬の背後に回ってマッチをする。ところが急な火の光に驚いた馬は、同時に動物の不思議な本能で何か危害が加えられようとしていると察知し、足を蹴り上げたその拍子に蹄鉄でストレーカの額に一撃。雨は降っていたものの、細かな作業のため事前にカッパを脱いであって、そして倒れる時自分の刃物が自分のももに刺さった。これでお分かりですね。驚嘆だと声を出す大佐。驚嘆だ。その場にいたかのようだ。正直なところ、最後の決め手は大穴でした。ストレーカのような抜け目ない男が、この難しい剣の切開を少しの練習もなしにやるはずないと気づいたのです。何を練習台にしたか。視線の先には羊。そこで尋ねてみると、我ながら驚くほど自分の推定が当たっているのが分かりました。おかげで何もかもはっきりしました。ホームズ先生、ロンドンへ帰ってから暴食店を訪ねてみますと、店ではストレーカはダービシャという乗客として認識されており、とりわけ高価な服のおしゃれが好きな妻ありと、この女がストレーカを借金で首の回らぬまでにし、この哀れな企みを巡らせることになったという裏も分かりました。皆説明してくださいましたが、あと一つと言い出す大佐。馬はどこにいたのですか。まあ蓄電した馬は付近のある人の世話になっていたのです。思うにそのあたりは多めに見ておくことです。もうクラパムの乗り換え駅か。するとビクトリア駅まではあと1レープンとかかりません。我々のところで葉巻でもおやりになってくださるのなら、大佐、その他気になることは何なりと喜んでお答えいたします。